おはようございますこんにちはこんばんは豆腐ですってことで今日も元気にさかつくやっていきたいと思いますよろしくお願いしますさて本日何の話をしていくかと言いますと今週のアップデートで追加されたこちらデコガチャもう早速ね引いていきたいと思いますもう先週解説とかもやりたかったんですけどちょっと早くねモーリーのフォメを完成させたくてちょっと今回は引いていこうと思います で今、一旦ね、私の超突破、こんな感じです変えたいところは、OMF インサイドハーフと、センターバック、組み立てセンターバック、この2枚ですね、ここはとにかく変えたいっていうのもですね、あのちょっとこの2人、弱いんですよね、オタメンディもね、悪い選手じゃないんですけど、ちょっと最近、もうちょっとついてこれてないというところで変えたい。 で変な話この2人を変えることができればついでにねついでにダンフリーズもククルジャに変えられればこのフランスチェルシー連合軍にできるんですねあの枯空のところも今これレーン特徴ねプラティニと枯空で2人でやってますけどデコのレーンが入ったら1レーンって2人までしか発動しないので枯空変えれるようになりますと。なんでねぜひともここはやっていきたいです。っていうねリース・ジェームズの限界突破めちゃめちゃ悩んでて。 限界突破の素材的に、ね、リーーース・ジェームズかコールかかかコルどっちかしでかできないんですよねただやっぱりねコールの場所ってコマンがいたりだとかリース・ジェームスの場所ってダンフリースいたりだとかするので、まあ、どっちにしてもちょっとこの2人は優先度低めでデコそして、えー、チアゴこの2人をねきちんと取って監督していきたいと思いますってことで早速弾いていきましょうさあジャクソンとムドリクはちょっといいかな。 ククレジャチアゴシューバーバさなんかだいぶ来てたよね何回か来てたよね複数回来てたと思うんですけど私は持ってなかった気がするんだよないっぱいおるかフェリッペロディマルキあいないねやっぱいないかいや今ねスチアゴシューバーにならないかなボフンってそっか いいいいいいななななよねいないねねねねねですす、ね、んかか中途半端に揃ってます、ね、ブラジル、ね、ロドリゴとか、ね、<laughs> めちゃめちゃいい選手なのに限界突破できずに眠ってますしあフェリペもいい選手でしたが限界突破できずに寝ている今でネスはまあまあまあでしたがロベカルも、ね、いますしダニエル・アービスもこれ3回しか限界突破してないっていうねあの微妙なラインナップが揃ってしまっていますがちょっとあのチアゴ・シューバーがいなかったということで話を戻していきましょう。 さそしたらデコガチャ引いていきますが、まあとにかくね、デコ、ククレジャ、チアゴシューバーこの三人だけでいいです。いきましょう。頼む。欲しいですね。とにかく今回というか、デコが欲しいです。インサイドハーフがそんなに私もいい選手を持っていないので、そういう面でも欲しいですし、やっぱり両ポジションできるのでね、今後,今後その、 DMF のインサイドハーフが指定できたときも使えるっていうことを考えるとめちゃめちゃいいのかなと思いますさあモハメド・ダラミーから始まっていきますえモハメド・ダラミーもデンマークかどっかじゃなかった国そうなのモハメドっていうぐらいだから中東の選手かと思いましたこれは偏見でしたね失礼いたしました <laughs> ステファン・メディーナはいホームテクニカルドリブル絶対誰でもない 誰でででももななないあなたは今から何にでもなれるんやでステフェン・ベロハイスあれベロファイスってなんか見た気がするなさあ,さあ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 んかあのチェルシー前半のガチャは初めの方めちゃめちゃいい引きしてうわ来たリカルド・カルパールだみたいなねああ来たコールだとか思ってたんですけど 結果収まってみるとなんか言ってもあ,あはいはいみたいな感じになっちゃったのでちょっと今回もねいい引きをかましていきたいと思います <coughs> さあラウラ・アルビオルウィングストライカーですかこれは星4だねさあ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 サミュエル・グランサー頼むぞ来い来いいいきなりいきなりデコ来てくれていいんやで ドビントロビッチさあ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 ピンポイントシュートうん何にでもない何でもないよこれミシーバチュアイだよさあ来いうん来ないね2%なんで比較的ね確率的には来てくれると思ってはいるんですがはい 最近の特別獲得枠仕事サボってるな。20連目行きましょう。さあ、お次は、デスティニー・ウドギー。名前かっこよすぎん。デスティニー・ウドギーですか。なんてかっけえ名前なんだ。デスティニー。<laughs> さあ、お次は、ラース・ウンナーシュタル。はい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 。 はいはい。おいおい、星5来てくれてもえんやで。10%だろ、サシャルキッチ。さあさあ、お次は、ゴールキーパー。うん、星4ですね。星5が欲しいよ、俺は。うん、俺はっていうか多分みんな。 ちょっとあのログインログイン全然できなかったから星5くれてもいいんじゃないかなめちゃめちゃ何度も何度もねあの1時間おきぐらいに見たりとかしてなんか気病んでたから星5くれてもいいと思うんだ俺どう思いますかどう思いますかダメですね星3ということですお前まだ待ちが足りねえよとお1週間待ってからそれを言えよとそういうことですかおやべえマジで星5来ないよ <laughs> どうしたどうしたんだい クラウディオブラー4いや待ってマジで星5来ないねどうしたんだい一体どうしたというんだいえー、星5来ないですねまあまあたまにはこういうこともあるか2%だから1人結構ポジティブに来てくれるかと思いましたが 来ないね、アントニオ・サノブリア。あれ、ちょっと待って、一回確率確かめていい ?10% だよね。10%だよね。うんうん。え、大丈夫これ、バグ継続で星5ガチャ入ってないとかないさあ、星4。あれダニ・ウェルベック。<laughs> スピードシュート。 え、マジパブロポルナルス、あれレ ?6% パーガチャ引いてるこれもしかして。お、来たが <coughs> ククレジャパイセンだねあれククレジャってメインスキルアウロラフィートなんだっけまあ、でも最初はククレジャしかいないからな。まあまあまあ、一人出てくれたので。ありがてい。ありがてい。ありがたいですね。ただ、もっと、もっと足ら,らないよ。もっと足らないですよ。もっとよこせ。 もっともっとださあテームプッキーはい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 うーん来ないねどうしたんだいどうしたというんだいステファン・ヨベティッチ来ないね来ないですよレナト・サンチェス さいや待ってマジで来ないねリカルド・サポナーラ <coughs> いやー待って誰だデゥ・パン・サパターどどうしたどうしたんだ久しぶりに爆死してるぞファビアン・バルブエナいやまあまあいやうんいや いやあ、マジで特別格闘枠仕事しないね。おっと、ウクライナの戦車が来るならムドリクでよかったのではいや、ムドリクじゃなくてもいいんだけど。あれマジどうしたどうしたんや行きましょう、次。さあ、サクッとデコ引きたいよ。パワフルヘッドカウンター。うーん。パワフルなヘディングをしてくれるんだな、誰かかな。タイミー・エブラハムカー。 いやー、エブラハム今、ローマでしたっけローマだよね、多分ね。最近、ルカクが行ってから見ないけど、あれまだローマですか全然試合出てなくないそしたら。あって、そんなことはどうでもいいんだけどさ。星5、来ないよ。どうしたえルーカス・バスケス。はい。ゴールキーパー。 ミニオレあれウィリアム・カルバーリョちょちょ待ってあの本当にこれだけ長い間ログインできなかった後にこんなことやられるとメンタル折れるからやめてえマジにえ二2パーだよねアリアプールアリアリプールあもう何でもいいわ やばくないローベルト・ロサレスえっ2パーだよね2パーだよねよし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 おかしいですねおかしいぞ2パーだよな本当か 1>, 1人2%じゃなくて全体で2%の間違いじゃなくて40連して1人以下の確率10%もないはずだけど大丈夫かちょっと引き方が悪いかな引き方覚悟が足りてないか私にサラロームドリブルコンサロ・ゲデスオリー・ワートキンスうんダビド・ソリア ローレンデポアトレルイス・ディアスセルヒオ・カナレスえマジクリスチャン・ラモスおおーいや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 ジャクソンかヤバいねヤバいよヤバいね やばいですね。やめましょう。逃げます。一旦撤退しましょう。これ以上続けても良くない気がする。一旦ちょっとリセットしてね。あの後半50ん67890の50連で多分でこ10人ぐらい来てくれると思うんで、一旦ちょっと逃げます。はい、ということで、えー、ここまでご視聴ありがとうございました。いや、なんか久しぶりにね。あの痛い目を見てますね。いつぶりだ。こんなに痛い目を見たのはって感じですけれど、まあ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 前回ね。結構いい引きしてしまったので。 運がね集約しているんだなと思って次この悪さを払拭できるような引きがねできると期待して引きていきましょう。ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってマストオフでした。バイバイ。